元妻に無期懲役を求刑しました。紀州のドンファンと呼ばれた和歌山県の資産家野崎幸助さんに覚醒剤を摂取させ殺害したとして起訴された元妻の須藤早貴被告の裁判で、検察側は須藤被告に無期懲役を求刑しました。検察側は論告で、須藤被告には野崎さんに覚醒剤を摂取させる機会が十分にあったと述べ、動機は遺産が目的だったと指摘しました。一方、弁護側は無罪を主張しました。判決は来月12日に言い渡される予定です。